ソフトバンクは内川の犠牲フライ、それから今宮のタイムリーツーベース、高谷のタイムリー、この3点。さあもう負けはありません。さよならか引き分け。一塁に福田周平を置いてバッター松田。どうでしょうか。レフトへ、レフトへ、もう雄たけびは上げている。どうなんだ、入った。さよなら。驚きの一発でした。なんと31本目がチーム今シーズン9度目のサヨナラゲーム。驚きの幕切れ、土壇場延長12回2アウトから31号ツーランワンマッチ、松田宣浩。いや、やっぱり最後は松田選手ですね。驚きましたね。